うぬぼれ屋さんのジェームスは赤いボディと金色のドームが自慢なんだって。あの黒い機関車の名前は知っているかな？みんなはもちろん知ってるよね。私はヒロだ。私は日本から来たんだ。日本から昔々にソドー島にやってきた機関車だよ。見て見て、大きな機関車。そう、ゴードンだね。俺様はゴードンだ。早くてかっこいいだろ。力持ちでいつも威張っているけど、いざという時には頼りになるんだ。今紹介した仲間たちはおしゃべりシリーズといって、レールの上を走りながらおしゃべりするのはもちろん、寝転がしても遊べるし、トーキングボタンを押してもおしゃべりするよ。やっほー。プラレールトーマスシリーズにはおしゃべりシリーズの他にもたくさんの仲間たちがラインナップされているんだ。この車両はつい最近仲間に加わったゲイターとマリオン。トーマスの映画勇者とソドー島のモンスターで大活躍した2人だね。このかわいいトーマスは機関車トーマス、手転でチリン、プラレール。手で転がすとチリンと音が鳴るよ。さらにモーターがついたプラレールとつなげて走らせることもできるんだ。チリンチリン楽しいね。あれ、あそこの機関庫でトーマスたちが何か話をしているみたいだよ。この機関庫はお片付けボックスがトーマスの機関庫に大変身。畳めるトーマス機関庫だ。バケツから機関庫を取り出してプラレールにつなげればトーマスたちの機関庫に変身だ。君の好きな車両を並べてみてね。そうそう、トーマスたちが何を話しているかちょっと聞いてみよう。うんうん、パーシーの話ではドキドキマウンテンを越えた草原でお山くらい大きなトーマスを見たというのです。それを聞いたトーマスは、そんなに大きな僕が本当にいるならぜひ会ってみたいと目を輝かせました。しかしその場所はこの島で一番危険な場所を越えていかなければならないのです。そう、あのドキドキマウンテンを。トーマスはみんなが止めるのを振り切り、勇気を振り絞って出かけていきました。さあ、トーマスの大冒険の始まりです。トーマスは目的地に向かう前にトップハムハット卿から頼まれた荷物の積み下ろしにクランキーの待つ港に向かいました。僕が積み下ろし、クランキーの大きな港。この大きな港はクランキーやトーマスをボタンやレバーで操作してたくさんの荷物を積み下ろして遊ぶことができるんだよ。ちょっと重いぜ。ほらよ。あ、トーマスが出発するよ。トーマスは冒険の途中、動物たちを乗せた貨車を引いているパーシーと出会いました。わあ、ゾウさんとゴリラさんがいるよ。パーシーと動物園貨車セット。今度は水族館貨車を引いているヒロとすれ違いました。アシカさんやお魚がいっぱいだ。ヒロと水族館貨車セット。そしていよいよ大きなトーマスが現れたという草原の入り口へと進んでいったのです。グラグラ吊り橋を渡り、ひー揺れる。
グラグラ釣りバスセット。いよいよ最大の難所ドキドキマウンテンへとやってきました。大きな山をぐるぐる登って一気に駆け下りる。ドキドキマウンテンを駆け下りてパーシーが言っていた草原へとたどり着きました。しかし大きなトーマスなどどこにも見当たりません。がっかりするトーマス。しかしその時大きな地響きが鳴り、大きな大きなトーマスが現れたのです。トーマスはびっくりしました。でっかいプラレールトーマス新登場、遊べるエンジンビッグトーマス。見て見て、全長34センチのビッグトーマスは普通のプラレールトーマスと比べてもこんなに大きいんだ。ビッグトーマスは手転がして遊んでも面白いけど、じゃじゃーん、わー、トーマスの横が開いて大きなレイアウトで遊ぶことも。積んで出発進行。頑張れトーマス。あ、プラレールトーマスがビッグトーマスの中に入っていくよ。石炭を下ろして、石炭が入ったぞ。おしゃべりや音を出しながらいろんな蒸気が発生したり、ボイラーが光ったり、ピストンが動いたり、力強く車輪まで動き出したよ。すごい。楽しい音が10種類。今日はどこに行こうかな。行くぞ、出発。おしゃべりはなんと31種類もあるんだ。車両が来なくてもこのレバーでおしゃべりや音、楽しい動きで遊ぶことができるんだよ。もうすぐ到着。さあ君も全長34センチのでっかいトーマスと一緒に出発だ。プラレールトーマスの世界を広げよう。遊べるエンジンビッグトーマス。トーマスは山の奥の草原で出会ったビッグトーマスと友達になり、楽しそうに何度も何度も大きなレイアウトの上を走り続けました。そこにトーマスのことが心配で後を追いかけてきた仲間たちがやってきたのです。もちろんみんなもビッグトーマスとすぐに友達となり、プラレールトーマスの新しい仲間ビッグトーマスから広がった青いレールの上をいつまでもいつまでも楽しそうに走り続けたのでした。紹介するね。つなげて遊べる仲間がどんどん増えるトーマストミカシリーズ。トーマス、ヒロ、ヘンリー、ジェームス、ディーゼル10、チョコレートをかぶったパーシー、怒った顔のパーシー、ペンキ
をかぶったペンキトーマス。ゴードン。働き蜂ジェームス。そしてトミカトーマスとつなげて遊べる貨車がいっぱい連結セット。いっぱいいっぱいつなげてつなげて、こんなに長くなっちゃった。さらにトーマストミカで遊べる楽しいアイテムがこれだ。トーマストミカハラハラ操車場。トーマストミカで遊べるハラハラドキドキのレールは4コース。ボタンを押すと電車台が進むレールを選んでくれるよ。さあどのレールかな。ボルダーが後ろから追いかけてくる。助けて。大変だ、橋が落ちちゃった。ヘルプボタンで助けてね。くね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 、すごい迫力。ぐる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 、トンネルを抜けると駅に到着だ。ハラハラドキドキのアクションがいっぱい。トーマストミカハラハラ操車場。さらにこの秋、ドッキドキのアクションがたっぷり詰まったトーマストミカのアイテムが新登場。トーマストミカビッグマウンテンとクランキー。大きな山をビューンと下るとクランキーがガッシャン。クランキーがトーマスや仲間たちを持ち上げて運んでくれるよ。トンネルを抜けて麓まで到着したら山のてっぺんまでお出かけしよう。そしてハラハラ操車場と合体させると電車台から出発させて、うわー面白い。さらにさらにビッグマウンテンとクランキーは大人気のトミカシステムとつなげることができるから、トーマストミカの楽しい遊びがどんどん大きく広がるよ。トーマストミカビッグマウンテンとクランキー、この秋登場。みんな楽しみに待っててね。遊び
べる楽しいアイテムがいっぱい。このアイテムはチャギントンプラレールでしか遊べないタッチでトーク対応のチャギントン、ウィルソンとビーのおしゃべりトンネルセットだ。レッツライド。え、タッチでトークって何のこと？と知らない君に、チャギントン大好きなシュンくんのお部屋から説明します。シュンくん。はい。シュンくん、僕と一緒にタッチでトークで遊ぼうね。うん。タッチでトークで遊べるプラレールのチャガーをタッチでセンサーにタッチすると、レッツライド。ね、すごいでしょ。チャガーがおしゃべりしたり音楽が鳴ったりするんだ。今日はみんなに特別な仕事があるの。任せといて。チャガー同士のお話もできちゃう。私に任せておけ。すごい。みんなの大好きなチャガーたちがテレビと同じように楽しくおしゃべり。出発進行。まるで本当にチャギントンの街に遊びに来たみたいだね。そしてこの夏、タッチでトークに新しいおもちゃが登場。タッチでトークサウンドいっぱいおしゃべりステーション。サウンドいっぱいおしゃべりステーションはチャギントンのチャガーたちともっといっぱいおしゃべりできる楽しい駅なんだ。タッチするとおしゃべりするよ。よし、いいぞチャグパトロール。了解リーダー。アクションチャガー、ただいま参上。早く行かなくちゃ。さあ行くぞ。ホッチはおしゃべりステーションについているから他のチャガーたちと連結して走らせると楽しいよ。そしてこのおしゃべりステーションのすごいところがこれだ。このスイッチを好きなチャガーに合わせて、うわ、僕がステーションにやってきた。よくやった。パトロールを続けてくれ。任せといて。聞いた聞いた。スイッチで選んだジャックマンと僕がお話ししたでしょ。すごいね。今度はザックにスイッチを合わせてみよう。シュン君、ブルースターをタッチするんだね。どんなお話が聞けるかな。ブルースターは本当によく働くな。任せといて。このスイッチ一つでチャガーたちの楽しいおしゃべりが聞けちゃうよ。こんにちは。ボンジョルノ諸君。サウンドいっぱいおしゃべりステーションは他にも、ゴーストップレバーでチャガーをコントロールしたり、到着だ、ペルフェクト。ヘイヘイ、俺ザック。スイッチで選んだチャガーごとに違うサウンドが鳴ったり、楽しいのおしゃべりやサウンドがなんと200種類以上流れるんだ。背景画が変えられるからシーンに合ったおしゃべりで遊んじゃおう。タッチでトークで遊べるプラレール車両はウィルソン、レッツライド、ココ、トリンタースティ、ブルースター、なんてこった、ハンゾー、学ぶべきことは多い、アクションチャガー、アクションチャガー、ただいま参上。フロスティーニ、シャオショくん、ジャックマン、準備万端、チャグパトロール、ザック、ヘイヘイ、俺ザック。タッチでトークがついたチャギントンプラレールの仲間はこれからもどんどん登場する予定。